李望みは、中華人民共和国の官僚、政治家、官縮省両党圏出身。現職は、中国共産党中央政治局委員、中国共産党関東省委員会初期、1956年10月16日、官縮省両党圏で生まれる。文化大革命末期の1975年により、両党圏の雲平行者で、知識青年として、労働に従事。 1976年から1978年まで、李望は、監粛省両統県文教局、検討委員会弁公室の責任者です。1978年、西北市藩学院中文系に入学した。1982年を卒業。1982年、監粛省党委員会宣伝部秘書所幹事に就任。1985年、 監宿省等委員会弁公室副所級秘書に就任。1986年、監宿省等委員会組織部に入局。以後、副所級組織委員、長杯所、副所長、正所級組織委員、統制幹部所所長を歴任した。1995年、監宿省乱修士に主家宅等委書記に転出。1996年、 乱州市党委員会常務委員権組織部部長に転任。1999年、乱州市党委副書記に任命。2001年、懲役地区党委書記に転任。2004年、官宿省党委員会秘書長に就任。2004年12月、先生省党委員会常務委員権秘書長に転出。2006年、延安市党委書記を兼務。2011年5月、 上海市党委員会常務委員権組織部部長に転出。2013年4月、上海市党委副書記に任命。2014年4月、党務に転じて、両寧省に赴任し、両寧省党委員会副書記に就任した。両寧省の第12期人民代表大会第3回会議は2014年10月17日に閉幕し、新省庁に、 李望未省庁代行が就任した。2015年5月、中国共産党中央委員会は李望が両寧省党委書記を公認すると発表しました。2017年10月25日、中国共産党第19回第1回会議で中央政治局委員に選出される。10月28日には関東省党委員会常務委員検党委書記を兼務する。 ありがとうございます。